皆さんこんにちは。今日も白川市にあるグリーンアカデミーカントリークラブにお邪魔しております。で今回もじゃん、協賛の商品がありますので視聴者プレゼントにしたいと思いますので紹介いたします。じゃん、泉崎村からぶどう、野菜、椎茸うどんのって美味しそうのセットです。埴輪の町、泉崎村農産物直売所埴輪の里では果物や美味しい野菜をたくさん揃えております。ぜひお越しください。続きまして金倉町からブルーベリーのセットですね。メイン東北の小京都金倉町は歴史や桜、紅葉の名所です。季節ごとの風景を楽しめる金倉城跡や山本不動尊にぜひ遊びに来てください。そしてここ白川市さんから白川さんのコシヒカリをいただいております。歴史と文化の町白川市、ラーメンも美味しいよ。で今回も前回と前回に引き続き解説をしながら皆さんにためになるようにやっていきたいと思いますのでぜひ見てください。では行ってきます。ここ結構直角に曲がってて距離がないみたいなんですよ、奥行きまで。なのでもうがっつりあっちの山の上狙っていってしまおうかなみたいな感じです。距離もないんで行くかな。風はね、あげだね。開かないかな。よし、ちょっとしっかりしたんで。これがもうなんかあんまり深く考えず、まあ、ロングホールなんで手前30度ぐらいとか手を置けたらいいかなぐらいな感じで、まあ、そんないかないかも、そんな飛ばない。超狙ったとこで、こう傾斜なんですけど、こうつま先上がり、まあつま先上がりだったんで場合はこうしっかり短く持つじゃないですか。であんまりこう前のめりになりすぎない、が振りやすいんでこう当てに行こうと思っちゃうんですけど、でまあ、うん、重心保ったらこのまま結構手打ちでいいです。8割手打ちってよく言うんですけど、これであんまり体で打ちに行こうとすると打点が難しく当てにくくなっちゃうんで、割とこういう感じで腕だけで、でこれ逆だったらしっかりこう膝落としてあげて、まあ、この高さをキープして、まあ、このまま8割手打ちみたいな感じだと一番たまにコンタクトしやすいので、まあ、こういう傾斜の時はいかにちゃんとコンタクトさせるかっていう方が大事ですかね。こういう感じで今日ちょっと大きい声で止まっていいですか。めっちゃ勉強になる。ずっと痛かった。すごいわかりやすいです。よかったです。いいとこに置けましたね。やっぱロングの3打目はさっきも言ったんですけど、こうバーディー取ってきたいじゃないですか。なのでしっかりフェアウェイから打ってきたいなっていうのは条件の一つです。6球、なんかここも綺麗じゃないですか、あっち側が。受けてるのかな。一応手前にはつけときたいような雰囲気は出てる。
でしょう。ありがとうございます。結構しっかり持ってきてもらってよかった。でやっぱり中途半端な距離が苦手な方多いじゃないですか。アプローチとかまあは絶対振り幅を決めてその中でしっかり打つことが大事ですね。やっぱり50、40とかなると少しこう緩めてどうしても打ってしまう人がいるんですけど、緩めて打つぐらいならもう小さい振り幅でこうしっかり打ってった方がいいので、やっぱスピードは変えないことですね。むしろしかもそっちの方がスピンも入るので、そのスイングスピードみたいなのは結構大事ですかね。まあ、球を上げたりとかするとき以外は高いのおばちゃんみたいな。チャンスです。チャンス到来。今度こそ。今度こそ。こういう時もこう反対からあれて。ナイスバーディー。ようやくです。これで視聴者さんにプレゼントを渡せる。一応パー以上なんですけど、一応ね。よし、ここは迷います。一応私は230ないぐらいで、でもあの右だったら大丈夫なんで、4番ウッドで打ちます。あ、これね、この間のやつの4番ウッドです。もうスペード目でいけたらいいかなっていう。ちょっとなりすぎだろ。搬入。ちょっと今軽く打ちすぎてしまった。しかもちょっとだったし、まあしょうがないね。行こう行こう。でフェアウェイバンカーも見たいですよね。あえて。あえてあえて。教えてあげたいなと思って。なんかちょっと紅葉してないか、まだなんか紅葉したらすごい。いや、そうですよね。うん、わあ。わあ。あ、すごくないですか。こんなとこ止まってる。ちょっと。私はピン見えないんだね。距離はね、いやーこれどうなんだ、当たりやすいとは思うんですけど、うん、まあ打ってみよう。ちょっとこれなんか落ちないか心配だな、構えた時に。結構いいライン行きましたよ。ま、乗ったっぽい。結構良かったですね今。
もうなんかちょっと言葉で説明できないようなイメージで打ちましたまあでもコンタクトに一番集中しました。身振りがさ、コンタクトに集中せっかくフェアウェイバンカーをお見せしたかったのにあんな縁でしたね。でももしフェアウェイバンカーに入った場合はこうフェアウェイバンカーでどう打つのみたいな感じの質問あるんですけど、割とこう普通に打つって言ったらあれなんですけど、普通のショットも上手な人ってやっぱこうボールにクリーンに当たってから先ターフ当たるんで、あんまり本当は気にならないんですよ。やっぱ本当は普段からそういう風に当てれるように心がけたら一番いいんですけど、だから逆にもしそういう環境があったらフェアウェイバンカーで練習するのはすごいおすすめです。普通のショットも良くなる、いいショットが打ちやすいので、まあ、だからまあ言うのであればちょっとクリーンに打つとか、まあ当たり前のことですけど、普通の普段の練習からそれ意識するとフェアウェイバンカーが簡単になるかなっていうね。うん、めっちゃ綺麗ここも。超綺麗ですね。最高。いいとこついてた。これまたちょっと読み切れるかなっていうラインだよ。全体ペースはそうなんですよね。ちょっと足元のところが若干こうで。この辺はこう。そう、こっちから見るとスライスに感じるんですけど、そうそうそう、こうこうみたいな。うわー、どっちで見るか迷うな。ちょっとフックなんかな、ちょっと右外すぐらいでいこうかな。全然切れないし、でも強くもない。でも右に出しすぎましたね。もうちょっとギリギリ右縁になりたかったけど狙いすぎました。残念だけど、まあセカンドのとことティーショットから考えたらまあまあって感じです。めっちゃ綺麗ですね。すごい、いい感じ。でも左が怖い。池。池ですかね。左行けるですね。ちょっと右サイドから、でも狙いは黄色い旗。まあいいか、こういう時もあるよね。やばい、事件事件、最後に。うわこれ出すだけ、これやばいよ、手が被るライン。マジかい。でも分かんないよ、もしかしたら方法があるかもしれないから。どうだろう、無理かね。あ、ワンチャンいけるな。無理？行こう。行こう行こう。どういう状況か分かってもらえるかな。これは取
っちゃダメなんですよね、確か。あれ今バンクはいいんじゃなかった？いいんですっけ？あれルール変わってバンクはいいよ。あ、そうなの、うん、もしダメだったらごめんなさい許してください、その時は。これね、やってみようね。無理かな？無理か。でもね、ちょっとイメージ若干、まあホットンタンっていく分にはまあボギーかもしれない。ちょチャレンジやってみよう。試合じゃないから。うまいっけ？怖いな。行きましたね。あ、もうちょっと飛ばせたな、今上に浮きすぎたな。なんか少し開いてパッドに打ちました。ロブショットまでいかないけど、ちょっと開いてこういう感じ。でもちょっと保険かけて、あの上に行きすぎました。だから距離が出なかったけど、あそこまで行けばまあまあ十分。あ、じゃあ危なかったですね、息が、うん、あったんだここまで食い込んでるとは。お腹すいたな。これむずいね。これはむずいよ。もうちょっと上げて2メートルによったら最高。エッジダッシュしたかな、うん、このエッジ、エッジでやられたかも。うわ、今悪くなかったんだけどな。ラフだから止まらないのもあったけど、今日このやっぱこのコース面白かったです。すごい戦略性がある感じ。フェアウェイもところどころすごい狭いし、まあグリーンが面白いですね、うん、アンジュレーションもあって、こう何スピードとコンパクションもあって、なかなかいろんな、私も今日アプローチ結構上げる必要がたくさんあったので、練習にもなるコースでした。帰りたいよ。またこれもすごい傾斜よ。フック下り。いや、悔いが残るパットです。いや、今のはね、ちょっとこのヒール寄りに当たったんですよ。だから出玉が左に出ちゃって、あ、ショック。でもしょうがないですね、これはね。というわけで9ホール今回は初めて、まあ一人だったのもあって、ワンショットワンショット解説しながら回ってみました。そして、あの、白川市さんの方から協賛もいただいて、あの、視聴者プレゼント、皆さんにプレゼントすることもできますので、すごい良かったなと思います。コースもすごい面白くて、で、今回私、その、ゴルフがてら旅行に来ているので、今日この後もすごい
楽しみが待ってるので、その様子もアップできたらと思ってますので、また続きを見てください。ありがとうございました。さよなり。山本不動尊、見てめっちゃ綺麗。見えます？しかもなんかね、すごい涼しくて空気が超気持ちいいですって感じ。なんか癒される。白河駅の近くにある小峰城に入ってきます。石垣を建て直したそうです。平成3年くらいに。行ってみますか。那須に本店がある肖像工房店にやってきました。白川にもできたそうです。めっちゃ雰囲気ですね。やっぱりどこも超いいんですけど、実は東京にもなんか店舗があるんですけど、そこも大好きで行ってるんですよ。そう、これやっぱ雰囲気超いい。嬉しい。これってかわいい。南穂団子、私みたらし団子大好きなんですよ。最高。しかもなんかコロコロしてる。美味しいよね。で、今第一チャンネルを受けるのは洋服屋さん。いただきます。メガステージになってください。じゃあ2団子。うん、美味しい。結構重すぎない団子、食べやすい。で、あんまり激甘じゃないです。美味しい。結構さっぱりみたらし団子、なんか甘すぎたりしょっぱすぎたりあるじゃないですか。ちょうどいい。めっちゃ美味しいです。いっぱいあるんですね。これツンナとかも美味しいかも。私あんこより絶対みたらし派なんですけど、はい、コーヒーも肖像さんに買ったコーヒーを。
南湖公園ってとこに来たんですけど、さっきのカフェと建設してるとこ、あと団子屋さんと、めっちゃ景色いいです。これ眺めながらゆっくりコーヒー飲んで団子食べて最高だ。しかも気温もちょうどいいし気持ちいい。いいですね、やっぱ自然は。最高。